どうも、人に声をかけると親切でもとんでもない目に遭うという一つの例です。福岡で小太りの中年男性が、雨が降ってるからこの傘使いなと男子小学生へ親切に声をかけると、これが不審者として通報されると。で、小太りの中年男性っていうタイトルがね、なんかいやらしいんですけども、これ何、イケメンの高青年だったら何とも思われないんでしょうかね。でも小太りの中年男性ってそのまんまロスジェネ世代を思わせるんですけども、そんなことはないでしょうか。はい、記事の方を読んでみますと、糸田町で声かけ。1月27日朝、福岡県警によると27日午前7時半ごろ、糸田町の路上で男子小学生の声かけが発生しました。で、これが中年男性、小太り、サングラス、黒色ファミリー車。いいじゃねえかよ、親切で。何でもかんでも悪いことしてるという結びつけんなよ。実行者の言動や状況、登校途中の男児らに声をかけた。雨が降ってるからこの傘使いな。どこが不審者やねん。どこが不審者だよ。そういう前提で見るから不審者なんだよ。親切にありがとうございますっていう社会が来ないもんなんですかね。まあ、終わってますよね。